はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回は初心者から猛者の方々まで根強い人気のある忍者クラス、このクラス特有の使い方などなどをご紹介させていただきます。よろしくお願いします。忍者クラスといえばおなじみのデッドサイレンスとフック。デッドサイレンスは、まあ、皆さんご存知の通り足音しなくなるんで簡単に敵の背後や裏取りすることが可能です。フックは敵に詰められたい時や屋根上に登りたい時などの主に使用するんですけど、やり方次第では遠くに飛んで逃げたり敵の懐に入ることも可能です。そしてもう一つはこちらフックを使いながら腰打ちが可能です。これ使いながら敵に詰め寄ることで先制攻撃仕掛けることができて、ある程度ダメージを敵に与えることができます。次はこのように高いものを利用して遠くに飛んで逃げたり、これ使って複数の敵の裏取りすることもできます。こんな感じで木の上にフック狙って、そして遠くに飛んで逃げたり移動したりができます。これを戦闘中に使いこなせれるようになるとかなり敵を翻弄できるようになります。敵にある程度ダメージ入れてるんで、おっしゃここは詰め寄ったろうかなとか思ってたらスモークボムは使われました。こんな時こそフックの出番です。すぐに障害物探して逃げてください。こんな感じに逃げることに関してもとっても優れてます。お次はフックを使い引いたり攻めたりです。ここボットと遊んでたら急に目の前にプレイヤー来るし、だいぶダメージもらったんでめっちゃピンチになりました。そんで上から狙われてるのが分かってたんで、すぐにフック使って屋内に逃げ込みます。移動しながらダウンを入れた敵をまずはサクッとカットして接近戦に持ち込みます。こんな感じで移動と攻撃を同時にして1対1の状況を作り出しました。次は盾を利用して戦おうとしてきたんで、もう一気に詰め合って接近戦に持ち込みました。変に今の場所で打ち合うよりも逆にフック使って思いっきり詰め合った方がいい時もあります。敵がヘリトップしてきてめっちゃ削られたんで、素早くフック使っていっぺん逃げます。ちなみに場所にもよりけりなんですけど、フラッシュ食らってる時こんな感じで動いたら敵の弾が割と当たりにくくなるからおすすめです。ってことであと刺したんでフック使って素早く敵に詰め寄ります。以上のことを覚えておいていただけたら、相手が複数でも一人で落とすこともできたりします。
フックを使いこなせれるようになると逃げたり攻めたりととっても戦いやすくなります。僕もまだまだなんですけども、下手でもええから意識して使っていくと慣れてくると思います。てなわけで今回は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。